こんばんは、あかつきです。今夜も元気に、大阪城あまり元気でないけれども、とうとう大阪市も小中幼稚園全部休校になりましたよね。その休校なる発表の前日にですね、うちの子のね、障害者施設にちょっと相談してたんですよ。もしも近隣が全部学校閉鎖になったら、うちの子ね、ちょっと休まそうかなとか、ちょっと相談してたんですよ。そしたら翌日にもういきなり学校閉鎖ですからね。だから一応でも障害者施設はね、やっぱりお勤めのご両親とかね、そういう事情で、まあ家に入れない、一人で入れないね、障害児さんがいっぱいいるので、まあ、一応会社はねするそうなんですよ。でうちは別にもう年金生活者なんでね、ずっと家にいてるんで、でショートステイだけね、お泊まりだけもちょっとキャンセルさせてもらって、まあ、昼間はこう様子見ながらね、まあ、いつも通りにね、行こうかなと思ってるんですけれども。というわけで、ライブ、3月いっぱいできません。うちの子いるんで。今もね、タブレットでね、YouTube 見てるんで、雑音すると思うんですけどね。まあ、車窓のね、動画見てます。また電車音がね、いっぱいすると思います。ほんで、昨日もね、ちょっと用事でね、ちょっと病院行ってたんですけどね、ちょっと血液検査しててね、まあ、脳梗塞の後遺症ないかとか、そういうのいろいろ調べてたんですけれども、ちょっとね、初めてね、乳酸値がね、ちょっとだけ高いのが出てね、と思って、そんなん出たの初めてなんでね、まあ上限が7ミリグラムのところを 7.7 ミリグラムから 0.7、ちょっとだけ多いから、別に心配ないってね、言われたんですけどね。なんか肉とか毎日食べてるって、食べてるなっていう感じで。で、プリン体があるの、何か食べてるって言われて、まあ普通にそんなにお肉を山盛り食べるわけでもないのにと思ったら、ビール酵母飲んでたんですよ。錠剤のね。そのビール酵母の中にプリン体入ってるんですよね。あ、それや、いう感じでね。だからビール酵母飲むのやめようと思って。だからプリン体多い方はビール酵母やめといた方がいいですよ。ビール飲めへんか、飲酒全くしないのにね、なんでかなと思ってたんですよ。ほんでもまあ、ビール酵母が原因やと思うんでね、あれ30錠ぐらい1日飲まないといけないでしょう。だからそれで多なったんかなと思って。それと、先週そういえば、鶏の唐揚げばっかり作ってね、毎日食べてたと思って。そんなにこってりじゃないし、片栗粉だけで作るからね、油そんなに吸わないんですけどね、やっぱり鶏肉も危ないみたい。なんか漫才師の品川庄司さんが鶏肉ささみ食べすぎて痛風になったってね、ああいうニュースも見ましたし、あ、鶏肉でもなるんや思ってね、ちょっとお肉は控えめにしようかなと思ってます。それでまあ通常通りの生活なんですけれども、やっぱりいろんなもんね、買いだめしてます。食料品主に、まあ米は、まあ、15キロちょっと保存しておいて、あと例のライ麦パンね、ドライコルンをまた追加注文して、全部で500g かける10 10パックあるからし、何ヶ月持つかないう感じですけども、あれ 1枚でね、お腹いっぱいやから、7枚入りやから、2人で食べてもまあ3日ぐらいね持ちますよね。それを10パックあるしね。まあ毎日食べても結構持つなっていう感じですよね。あ、毎日食べるとちょうど30日か。そんな感じですよね。その食べながら、そんないっぺんにね、保存するほど食品庫大きくないしね、冷蔵庫もそんなに入らないしね。だから緑黄野菜も冷凍してますけどね、その冷凍もすぐ食べちゃうし、あと野菜のね、酸っぱいキャベツのザワークラフト2瓶と、それとミックスベジタブルのアルミパックのが5パックと、あと何かあったかな、なんか漬物の瓶詰めとかで、今日またアマゾンでね、梅干しもなんか抗ウイルス的に良さそうじゃないですか。こう殺菌効果あるしね。で体にもいいし、梅干し1キロ買って、それと昆布で、海藻類がやっぱりコロナウイルス対策にもいいっていうふうにね言ってましたし、あ、それともともとそのコロナウイルスの核を壊す働きのある
あの酵素、紅の藻と書いてね、酵素類ので作るあの寒天、その糸寒天をね、もう袋いっぱい買ってますし、それをこうスープとかね、味噌汁に垂らしてね、それで飲んでますし、あと何買ったかな、あ、それと黒ニンニクを、スーパーで買った黒ニンニクを一かけね、毎日食べてるんですけどね、まあなんか体に良さそうなもん片っ端からね食べてます。だから保存食がね、冷凍庫もういっぱいやしね、まあ今んとこそんな買い占めで品物がなくなるようなことは日本ではないと思うんですけどね、まあできるだけ出かけないようにということで、感染防止のためね、まあちょっと1ヶ月ぐらい引きこもり生活をねしようかなと思ってます。ただ武漢のニュース見たらね、やっぱり1回治っても2回目かかる人がいるじゃないですか。しかも2回目かかる時に亡くなる方がね多いらしくて、それがちょっと恐ろしくてね。だから大阪でも1人女性が治って退院しはったのに、再びまた入院にねなってはるし、それがちょっと恐ろしいですよね。今んとこ日本ではその1日に10人ずつぐらいね増えてってるみたいですね。ニュースサイトでね、日本の患者数とかね載ってますけれども、なんかね、それで陰謀論的な情報がいっぱい流れてるじゃないですか。で、今のこのウイルス騒ぎがそのアングロサクソンミッションっていうその陰謀論がありまして、10年以上前にね、もう、まあ、世界統一政府を目指しているような上流階級のほんの一部の人たちが、まあ、地球の人口半分計画みたいなのを立ててですね、まあ、核戦争とか企むわけですが、その中にその中国に生物兵器 を生物兵器で攻撃してですね、中国は風邪で亡くなる人が独出するようなね陰謀論が出てるんです。だからアングロサクションミッションでね検索するとね、いっぱいそんな出てきます。だからどうなんかな、まあ陰謀論やからね、まあ、話半分に聞いといても、でもちょうど中国やしね、で中国 の武漢ウイルス研究所ってね、ミサイルでね爆破されたそうですからね。だからそのなんで爆破したのかね、証拠隠滅なのか、それともウイルスをもうそこで閉じ込めるためにミサイルで爆破、なんかよくわかんないですけどね。で、武漢の市も一旦解放って流れて、やっぱり閉鎖いう風になってるしね。それと衝撃的なのが、新東人ニュースやったかな、そこで見てたら、取材の人と、焼却炉で働いてる人との電話での対話がね、ものすごくてね。なんかやっぱり焼却炉で働いてる人が、人手が足りないとも、ものすごい、悲壮なね、不満を訴えてるわけですよ。毎日30分しか寝れないとか、とても処理しきれないほどのね、死体が運び込まれてると、運搬しにも行かないといけないそうで、一人で、車にはやっぱり4人必要やのに、全然人数が足りない。あと4、50人いるとかね、言ってあるんですよ。で、11機の焼却炉で、14機のうちいくつか潰れてて、今11機で回してるけれども、それでも処理しきれないと。だからそれは演技でなしに、本当にもうすごいリアル感がひしひしと伝わるようなね、まあ中国語のね、会話ですけれども、字幕がね、日本語で入れられてるんですけれどもね。そういうような状況を考えていたらね、ほんで武漢のすぐ隣の重慶市も、あれよあれよという間に封鎖になってね、今中国では80都市が封鎖されてるそうです。封鎖というと交通機関はもちろん停止だし、マンションなんかの入り口からね、封鎖されて、まあ、外に出かけるのはなんか家族の中で一人だけで2日に1回とかね、すごい制限されてね、近くのスーパーに出かけてすぐ帰るっていうようなね、生活らしいです。だから物資も、お役人が運んでくるような物資もあるんやけども、やっぱり有料で高めなそうですしね。だから、今も、日本でもそうですよね。この学級閉鎖で、働かないと、
今月の給料がゼロになるような人がたくさんいるわけじゃないですか。なんか学校でも非常勤職員の先生なんかはその授業がないとね、完全無給なわけですよ。そうするとこう1ヶ月近く学校が閉鎖になると、こう収入が途絶えてしまう言ってね、ツイッターなんかでね発信されてる方がいてて、だから学校でもそうだし、だから一般企業なんかもっと多いと思うんですよ。まあ安倍首相がその学校閉鎖のためにその仕事にもね出かけられないようになってしまった方へのその補償みたいなのはねするっていうふうにね発表しましたけどもね。だからそういうなんか緊急のために用意していた財源がねあるらしいですよね。それこそ今やったらMMT じゃないけれども、まあ国債発行してもね誰も批判はしないと思うんですけどね。それよりこの時期やからこそこう、まあ、全員も引きこもりにして、それこそベーシックインカムで国民全員にその引きこもり対策としてねお金を配って全国民引きこもりした方がねいいんじゃないかと思うんですけどもね。だから果たして収束してくれるのかどうかもね分かんないですけれども、すでにもアメリカにサンフランシスコがなんか相当ひどい状況らしくて、サンフランシスコっていうのはやっぱり中国人がね多く住んでる町なんだそうです。だから その中でこう住まれてるね中国人が多数いてて、だからその中国からそのサンフランシスコにこう避難してるようなね中国人も多くて、まあ、そこからアメリカ全土に広がる可能性もあるっていうようなこともね言われてるし、でイタリアでもこう死者が出ましたしね、イタリアイランと来て、だからそのイタリアイランと来てといったらちょうどねアングロサクソンミッションで言われてるような都市なんですよね。だから中国とイランがねちょっとその狙われてるわけですよ、その陰謀論の中ではね。だからちょっと気持ち悪いなって、陰謀論あんまり信じないんですけれども、この時期にねそういう話聞くとねああと思うしね。それとやっぱり未知のウイルスですからね。でちょうどねアマゾンのプライムビデオでね見てたのがね感染列島っていうね何年か前のね映画なんですけれども、それが今の状況にそっくり、なんか感染列島はもう最初こう鳥インフルエンザから始まるんですよ。でなんか途中から何かわからない未知のウイルスにね感染してこう突然倒れたりで呼吸困難になったりね、それで血吐く人が続出するんですよ。だから今の状況をもうちょっとオーバーにしたような感じやけれども、すごくこう今見るとねすごいリアルでね恐ろしい感じです。ですからね、まあ、中国がその80都市閉鎖するぐらい広がってるわけで、でその重慶の都市がその1ヶ月前がの重慶が今の日本とねそっくりだったってその住人の人がね言ってはるし、日本なんか検査薬がまだ不十分じゃないですか。でようやく今日なんかその何時間もかかる検査薬が15分で済むようなのができたとか言ってるけれども、そんな町中の病院にねこう分配されるほどねできてないやろうし、まあ台湾とか香港とか韓国に比べてね日本はその感染症対策が遅れてるんですよね。だからその SARS の経験のある国はそういうこう体制がね取れてるけど、もう日本にとったら初めてのことですからね。それは用意してなかったから、そういう病院とかでの減圧室になるようなね病院とか、そういう感染症の重度の人も受け入れるようなね病院ってそんなにないですからね。だから今救急車もまあこの COVID だと分かると運んでくれないそうです。だからとりあえず保健所に電話して、まあ、自宅でなんとかするのかな。だから病院の方も来られても困るわけですよね。でその検査方法も口の粘膜で取ってるでしょ。本来やったら鼻の粘膜で取る方が分かりやすいのに、鼻だとこうくしゃみしてその医療従事者にこの飛沫がかかって感染するから、だからその喉でね
まあ、精度の悪い方で検査してるらしいんですよ。だからお医者さんもね、大変ですよね。中国武漢のお医者さんなんかもう何十人もね、亡くなられてますしね。だから、中国でおかしいのは、その警察官なんかはね、その完全防備の、防護服着てるわけですよ。ところがその医療従事、中国の医療従事者っていうのは、そのマスクと手袋だけでね、やってる人がね、すごい多かったわけですよ。だから特別そのウイルス研究所みたいなところの写真見ると、こう完全にこう宇宙服みたいなね、つながった防護服着てますけれども、一般の病院ってほとんど普通の白衣にこうマスクしてる程度のね、人が多いわけですよ。まあ、日本なんかね、お医者さんでマスクだけでもう手袋もしてないですしね、これは大変だと思います。あ、それで私が病院のね、血液検査の結果で乳酸値が高いというのをこう調べたんですよ。そうすると乳酸値高い場合は牛乳をね、飲むといいらしいんですよね。あ、そうなんやと思ってね、スキミミルクを注文しました。だから牛乳は、私牛乳あんまり良くないということでね、牛乳控えてたんですけれどもね、その乳酸をこう体外に排出するには、牛乳、スキミミルクでもいいそうなんですよ。でも乳製品がね、何しかその排出にいいらしいんですよ。まあ、偶然ね、私そのライ麦パンにクリームチーズ挟んでずっと食べてましたからね、クリームチーズもいいわけですよ。だからなんか本能的に乳酸値高いから急に乳製品大量に食べてたんかなっていう感じでね、たまたま良かったです。あとその他にね、ちょっと気になるのがあったのが、アポリポタンパク E っていうのがね、ちょっと高かったんですよね。で、これは何かと思って検索してみたら、その女性の場合はね、そのアルツハイマーリスクが高くなる要因なんです。でもお医者さんに聞くと、これぐらいだったら別に大丈夫とかね、言われてるんですけれども、上限が 4.6 のところ 5.1 やから、ちょっとって言ったらちょっとやけど気になるんでね。で、これにはどうしたらいいかというとね、ビタミン C を取るとそれが抑えられるそうなんですよ。このアポリポタンパク E っていうのがね、アポリポタンパクにも A とか B とかいろいろあるんですよ。その E っていうのが女性の場合にそのアルツハイマーリスクがね、高くなるっていうのをこう自分で検索して、お医者さん教えてくれないからね、これぐらい大丈夫で済まされてね、でも気になるから一生懸命調べたんですよ。そしたらビタミン C がいいって。で、なんでビタミン C がいいかというと、なんか抗酸化物質としてビタミン C がいいことで、それやったら私パイン飲んでるわと思って、パインの木の樹皮、抗酸化物質なんですよね。パインバーグやったかな。ピクノジェノールも昔飲んでたんですけど、ピクノジェノールはフランス海岸松の樹皮なんですけどね、パインバーグはパインの木の樹皮なんですよね。どちらも抗酸化物質があって、ビタミン C よりもさらに抗酸化が高いのでね、飲んでるわと思って、セーフかなっていう感じで、日頃からいろいろ飲んでると、こう、それでも今までね、悪い数値出たことがなかったのに、ちょっとこれ運動不足のせいもあるんでしょうね。だから昨日からね、スクワット毎日15回をやることにしました。だから今日も元気でスクワットっていうのをね、これから続けていこうと思ってます。最初のうちは5回ずつ、 5×3 でもねいいそうなんですけどね、10回ぐらいはできるので、 10× 私、思いついたら 10×3 ぐらいで30ぐらいはねスクワットしようかなと思ってます。ちょっと痩せないとねいけないのでね。で、そんな感じでライブはできなくなって、それと私のブログの方もね、ちょっとサボってばっかりいてたんでね、ちょっと落ちてきてるんで、ちょっとコンテンツを充実させようと思って、今アルツハイマー予防についての記事をね、調べまくって書いてるところです。まだ完成してないんですけどね。そういうふうにこのブログ上の充実したコンテンツを作らないとどんどんダメになりそうなんでね。で、動画はもう余裕のある時にやるっていう感じでね、やっていきたいと思います。あと一本ね、今日動画撮って、で、またしばらく休んで一生懸命ブログをね、制作していく予定です。こんな感じです。よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。